はい、どうも皆さん、こんばんは。マー君でございます。疲れたね。あー、もう金曜日疲れた。金曜日も疲れた。今週1週間も疲れたよ。とりあえずハイボール飲む。もう1週間あっちゅう間に過ぎてるね。この前コメントに書いてたよ。あ、もう金曜日かよって言ったら、もうそのうちもう70かよってなるよって、そうなるな、ほんと。一日一日を大切にせんと。あ、今日ね、ホットモットだな、ホットモット。のり弁が新しくなったっつって。では、お疲れ様です。おいしい。では早速、のり弁が新しくなったって。まあリニューアル、なんかね、ちくわが大きくなったんだって。で、あとね、のり弁が新しくなったと、あの博多明太ののり弁が出た。なので今日は普通のノーマルののり弁と、博多明太特のりタル弁当よかったね。おー、いいね、いいね、いいね。おお、あ、ちくわでっかいわ。で、タルタルソース、今日、まあ、2つのね、あの、のり弁だけ、一応あの醤油とソース1個ずつ。では開けてみて、まずこのノーマルののり弁。でもちくわがほんとでかくなってる。ちくわがこのお弁当ギリギリ入ってるよ、すごい大きい。で、こっちが、博多明太特のりタル弁。明太子見えないけど、下に引いてあるんだね、明太子ね。茶色いね、茶色いね。いいね、男のね、男の飯は茶色くて当たり前なんだよ。これ明太子、明太子はあの、こっちが博多明太特のりタル弁当なの。明太子が入ってるんだろ、これ下ね、ご飯の下にね。ちょっとご飯の下じゃないよ、海苔の下だよ。ご飯の下に明太子入れたら意味ないじゃん。じゃあちょっと海苔を剥がしてみましょう。あ、明太子入ってる。あ、明太子、明太子きた。あ、明太子きた。明太子入ってるね。もうちょっと欲しいかなって気もある。そうですけど、まあまあまあ、そんなこと言うんじゃないよ。それではいただきましょう。こっち醤油にしよう。こっち醤油かけて、だし醤油。こっちソースとタルタルソースもあるからね。これ青いの取っちゃう。これ取っちゃう。特のりタルの方はさ、絶対ソースの方がいいんだよ。あのコロッケ、コロッケだっけ、メンチカツだっけ、これついてるからさ。こっちはね、ソースにするんだよ。まあでも普通ののり麺だと醤油にするんだ。まあそれもまあ気分によって変えるんだけどさ。それではいただきましょう。まずね、この大きくなったちくわから。大きくなったね、大きいね。いただきます。あ、抜群にうまい。揚げたてだからサクサク、周りの衣が。うん、これ美味しい。
く大きくなってね。でもこれちょっと値上げしてんだよね。いろんな会社がいろんなものを値上げするけどさ、単純に値上げするだけだとね、なんかお客さんはさ、やっぱ損した気分だからさ、やっぱリニューアルするとかさ、何かちょっと変化させてやっぱり上手に値上げしていくんだよ。仕方ないよね。白身フライ、白身フライはほっともっと一番うまいと思う。ああ、うまっ。サクサクしてる。でこっちの博多明太の方のご飯も食べて。これ明太子ついてる。おいしい。もうちょっと入っててほしいけど、でもおいしいねこれ、明太子ね。から食べよう。うん、うん、やっぱもっとまあ、のり弁がさ360円で博多明太500円。うん、こっちはソースとタルタルソースの白身フライだな。あーうめっ。あ、タルタルソースうめっ。やっぱこれソースとプレミアムソースとタルタルソースの方がやっぱご飯には合うよね。このだし醤油だけ。ああこれはこれでうまいな。腰が痛いと右の腰がとにかくすごい痛い。年は取りたくないの。ああそうや、今月はあれなんで、ほとんどさ新発売は1個さ、こののり弁だけなんだね、新しくなってあって。のり弁以外にこれ新しいのない？今月なんかすごい楽しみが減った。マー君がどれだけ1ヶ月ホットモットの新発売を楽しみに生きてることか。1ヶ月に2個ぐらい新発売欲しいな。先月はいっぱいあったのにね。きんぴらごぼういただきます。うん、ほっともっとのきんぴらうまっ。
っともっとの新発売ないと夕飯困るんだよな。この白味噌がうまい。スーパーとかでも売ってるじゃんと思うかもしれないけどさ、違うんだよ。この揚げたてで衣が薄いんだよ、これね、ほっともっと。ほんとうまい。これメンチカツなのかな。メンチカツだ。おいしい。やっぱホットモットの揚げ物っていいよね。衣が薄いんだもん。あ、スーパーでメンチカツとか買うとさ、衣が厚いじゃん。これ薄いんだよ、ホットモットは。美味しかった。多いかなと思ったけど全然食べれたね。新しい新のり弁はちくわが大きくなってました。それではごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さようなら。